王権は大韓民国海軍の駆逐艦。李舜臣級駆逐艦の4番艦。艦名は高麗を建国した大宋王権に由来する。王権は KDX-II に基づく4400トン級駆逐艦として現代重工業で建造され、2005年5月4日、進水、2006年11月10日に就役した。2009年7月3日、日韓救難共同訓練のため、DDH-973 ヨマンハルと共に舞鶴に入港し、7月6日には日本海にてD-229 阿武隈、DD-111 大波ほか P-3、哨戒機など3機と共に参加する。2010年8月9日、清見部隊第5次隊として、ソマリア沖、アデン湾へ向けて、釜山から出港する。途中では、スリランカコロンボに寄港し、8月26日には、韓国海軍としては、初めての訪問となる、南アフリカ共和国ケープタウンに寄港し、朝鮮戦争に参戦した南アフリカと、開戦60周年式典に参加する。同年9月13日から、船舶護衛任務を開始し、2011年1月20日に帰国する。2012年4月23日に、清見部隊第10次隊として、釜山海軍作戦基地から出港し、5月中旬に護衛任務を開始し、10月頃まで継続する予定。2013年5月3日に、清見部隊第13次隊として、釜山海軍作戦基地から出港、6月初旬に任務を開始し、10月頃まで継続する予定。ありがとうございます。